皆さんこんにちは、プロファーの横田慎一です。今回のゲストはなんとありがとうございます、丸山茂樹さんです。おるよ、姫さん早いね、慎ちゃんさすがにね。よくいいよね、それでバスだって、送迎バスだとかギャラリースタンドとか仮設トイレだとかガードマンとか入れても相当だから、あれを日本ツアーでやるよりあれやった方がよっぽどいいって、でもスポンサーの人たち思っちゃう。まあでもね、どうなんだろう、そのたまたま PGA ツアーとしてはあれが興行で成立したんだけど、俺はねやっぱりね、人にねたくさん来てもらうってことがすごく大事だと思う。だから、もし自分がトーナメントをするなら、はい、ある意味、もう先着1万人は僕はもう絶対無料にしますね、うん、僕はやっぱ見てもらいたい、見てもらってなんぼでしょ。でトーナメントってもう最初から作るにあたってやっぱりその、まあ、ある大きなスポンサーさんたちっていうのは、まあ、宣伝広告費の中からやっていただいたりとか、まあ、もちろんそれ以上のこともしてもらってるところもあると思うんだけど、その後予算って決まってるの中で、まあ、バスとかトイレとかの配置とかにお金がかかったり駐車場の管理とかも大変なんだろうと思うんだけど、やっぱりこの親子でたくさんで来るのに一人何千円ってディズニーランドじゃあるまいし、そんなにお金を取るっていうのはやっぱ厳しいと思うんだよ俺は。だから最低でもまあお金を取るならワンコイン、一人ワンコイン、あとも家族が中でお弁当を食べたりとかゴルフを見たりとか、その若干なんだろう、そういうホスピタリーテントみたいなところで楽しんでもらうとか、そういうのが興行なんじゃないかなと思うね、俺ね。美しいです。そうそう、俺はね、いや俺がトーナメントやるならそうする、うん、だから青木さんにも言ってますし、まあ今後自分がそのトーナメントでちょっとアドバイスしてくれっていうところもちょっと中には多少あるんで、そこにはすごくそういうことを強調して言ってる、ね、うん、でも大事なことなんじゃない。例えばシニアの〇〇さんなんかは言っちゃっていいもんね、まあただで、まあ、カットしますよ、うん、ね、あのシニアのエフケルさんなんかはね、やっぱりこうギャラリーを無料で入れたりしてるじゃん、しかもノベリティ商品もいただいたりとかして、もう1万人ぐらい来ちゃったりとかする。だからあれが本当の意味の興行なんじゃないかと思って、そこで盛り上がって、まあみんなご飯をそこで一緒に食べてくれたりとかしてくれることが、中が盛り上がることが大事で、そこからじゃないと思うんだよね俺はね。まあ、いろんな盛り上がり方って、あれもすごい盛り上がったんですけどね、警備ショーバスとライザーの警備ショーバスとも、うん、音楽流したりとか、あとギャラリーに何千の中になんか食べ物を無料っていうか食べ放題的なのにして、うん、練習場は音楽ガンガン鳴らして、あとアイドルに あれをやったり来てもらってね、来てもらって、うん、あれまた雰囲気が結構良くて、いやだから結局そう、何かやっぱりその何かやっぱり来てくれる人たちの心を引くようなことがなかったら、今の時代足を運ぶってすごく難しいんですよ。だってディズニーランドってちょっと なんだか USJ とあってわけが違うじゃない、絶対来てくれる場所じゃないんだもん。やっぱりそこに来てもらうのにはさ、やっぱ何か我々考えていかなくっちゃ、いつまでもふんずり返って見に来てくださいよじゃダメだと思うんだよね。高いお金ですけど来てくださいよじゃなくて、もう来てください、いっぱい見てってくださいよとっていうのは俺はね大事なことなんじゃないかなと。ジャンボさんもそうですけど、やっぱりあれですね、成功者心の余裕が違いますね。いやいやじゃなくて、ね、ジャンボさんもお金もらうの嫌いなんだよって言ってた。だから若手が来ても全然お金取ったりもしないじゃないですか、うん、それ分かるよ。だってお金取れないでしょ、やっぱりサービス精神ですよね、うん、だってオリンピックの監督とかもね、知らない人たちは俺すごいギャラもらってると思われてますけど1ミリももらってませんから。そうですよね、1ミリも。だからね、思うんだよね、なんかいろんな意味でその前に出てないことがたくさんあるんだよね我々って。だからもっとそういうことを分かってもらうためには、たくさんの人に見てもらうと
ってことが大事。たくさんの人が目の前で見てくれたら評価が全然違うじゃん。それはもう何千人しか来てるんだ。地元でさ、田舎で俺たちはさやってるわけだから、そこの地域住民の人たちをもう見に来てくださいよっていう歓迎受け皿がなかったら絶対ダメでしょ、うん、それを来てくれって言って7000だ6000だって取ってたら、まあ、それは来ませんよ。俺はそう思うな、絶対に、あの見に来てください。でも中でねご飯もたくさんあるんで、そこではもちろんね、もちろんお金を落として行ってもらえるってはありがたいなと思うけど、まあ、来てくれることにさお金を取るじゃなくて、やっぱ見てもらいたいじゃん。 それよりもおーっていう風に声が上がってるところでプレーすることが我々のやっぱ一番大事なことでしょ、うん、そこをやっぱり忘れてんじゃないかなと思うんだよね、うん、だからやっぱりこうなんていうのかな、若手がまあもうちょっとなんていうのかな、感情をきちんと出せなくなってるんじゃないかなと、うん、多くの人に見てもらえばわーって言われたら自然と、うん、そうですよね、アクションも大きくなってくるでしょそうなんですよね。でしょ、ワールドシリーズ1回出た時はもうこの夜市気持ちよかったです。そうなの、はい、やっぱりねアメリカってやっぱスポーツ大国で ああいう風に地方でやった時にそのイベントを村おこしのようにやってくれるからこそああやって人が来るわけでも、日本ってそういう文化じゃないんですよ。そうなんですよね。なんでかっていうと24時間朝までやってる娯楽が多い、他にのもう飲めるところもいっぱいあるわ、遊べるところもいっぱいあるから、別に週末そんなところで、なるほど、テレビ見て酒飲んでりゃいいやってなっちゃう。確かでしょ。だからそこをなんとか来てもらうためには、そういうことが俺は大事なんじゃないかと思うわけ。来てください、ぜひと見てください、見てくださいって言ってるわには高飛車だなじゃなくて、見てくださいって言ってるわけも入ってくださいと、入ってみてください、どんなふうに思うかってことがまず俺はこれからの未来につながっていくと思う。やっぱりじゃあいろんなあれですね、しつけというかやっぱ工夫が必要っていう、ね、いやいや絶対そう思うと、それはもうどんぶり勘定じゃないって言ってんっていうのは、こうやってやってたら来てくれませんよ、はい、そうですね、うん、今度なんかトップゴルフみたいなのもありや入ってくるみたいですね、日本に。そうですよ、入りますよ。ああいうことも非常に楽しみですよね。そう、トップさんもね、昔からやりたいやりたいって言って、小田社長ってね、すごく話の分かる、うん、まあ、我々と同じような子も目線でいてくれるすっごい優しい社長で、まあ、僕もちょっと実を言うとそこでお手伝いもさせてもらって、昔からキャディの頃杉ちゃんが、はいはい、ね、杉ちゃんがすごく仲良くしてる、そうなんですか、杉ちゃんが名古屋でやってるラジオとかのスポンサーもしてくれて、そうなんですか、そうなんだ、からすごく仲良くしてくれて、もうだいぶ前からいろいろお話しさせてもらってるんですよ。いや、ああいうのがねやっぱり日本もあれば、そうだから、その楽しいですよね。小田社長なんかにはちょっとワンコインでどうですかって今ねお願いしてると。なるほど、やっぱりサービス精神ですね。そうなんだ、行き着くところ絶対そこですよ。丸山さんのキャラクターもそうですもんね。いやだから、まあ、俺も誤解されやすいんだけど、まあ大事なことはやっぱりこうやってみなきゃ分からないから、うん、だって刀剣の時とかさ、例えば水曜日とかなんか無料で中までどうぞっていう時ってすごい来るじゃない、あの時と思うんだよね。やっぱりね、見たいんだけどあの敷居が高いって思われちゃうのはよくないでしょ。そうですよね、見てもらいたいんだもん、うん、そしたらもう絶対ね若い選手とかの表情も良くなりますよ、うん、あれって初日からだってただでわーっと来てくれたら、うん、そこで収益を取る意味合いがどこにあるってこと、うん、すげえトーナメント盛り上がってるよって言ったら必然とトーナメント会場が華やかになって、うん、それだけ盛り上がってるってお金で買えないものでしょ、うん、そこで見て初めて、あ、この人アプローチうまいなとか、そうこで初めて気づくことです、うん、やっぱり中でね、やっぱ目の前で見れたからスピンと感動したよと、いやゴルフやっぱり違うよね、いいよねって言ってくれる人がね、俺は増えるんじゃないかなと思うんだよね。まあでも、まあ、ちょっと話変わるかも分かりませんけど、今ちょっとアプローチっていうことでいきなり変わりますけど、はい、僕丸山さんがもうお世辞抜きですよ、はい、僕一番もう世界で一番うまいいや思って、俺は大げさだけど、いやいや自分よりうまい誰だと思うんですよ。アプローチいっぱいいるよ。えいっぱいいるよ。アプローチだったらそれはもちろん世界のタイガー・ウッズもそうだし、タイガーやっぱアプローチうまいですか。アプローチうまいね、アプローチうまいと、
あのゴルフデータ革命でもタイガーがやっぱりそのスタッツっていうアプローチのスタッツすごいいいですよね、うん、フィル君もやっぱりうまいと思うし、あのゴルフデータ革命があのデータ測るのちょうど丸山さんが引退した頃から測ってるじゃないですか。 あれも悔しいんですよね。もうあれ絶対丸山さんが1位になってるいや悔しいないとは思うんだけど、ただその限りなくいろいろなところのその状況の中でこれをしたらもしかしたら自分を救出できるんではないかなというアイディアは自分でも10本の指には入るかなと、うんうんうん、アイディアというのはそのアプローチこういう状況でこういうふうに打ったらよるんじゃないかというアイディア、そうそうそう、うん、僕が持ってる自分のアイディアは、うん、あの当時ね自分がすごく元気で頑張ってた当時は10本の指には入れたんではないかなと思います、うん、そこは自信がある、うんうん、だからパッとこう同業者という要するに同伴プレイヤーと一緒に回っててパッとあこれ諦めちゃうんだみたいな、例えば林に入った時とかそう思わない、 あれこれ諦めちゃうの、はい、思うのは諦めないでって言いたくなるような時あるでしょ、はい、俺ならこれできんじゃね、はいはい、っていう、それはありますでしょ、林は好きだからそういうのと一緒なの、うん、アプローチもパッと現場に来た時に同伴プレイヤーの見て、まあ、わだから丸山さんの解説見てるとあこうやっちゃうんだみたいな結構残念そうなのそうそうそう惜しんでるのが解説はよく聞きます、はい、いやそこは違うんじゃないかなっていうね、そこ上げなくてもいいでしょ、そこ転がさなくていいでしょっていうの結構言うじゃない、でも分かってほしいわけよ、すごく強く言ってて上から言ってるように思われる、よくねあの言われてるんですよ僕も、上から言うんじゃねえみたいな上から言うんじゃねえって言うけど正直に言わなかったらずっとごまつってんのか俺はいや今の素晴らしいですね、いや今のは素晴らしい、ラフに入ったらいやこれはもう難しい逆名でも順名でもどうでもいいくてラフに入ったらいやラフですから難しいですそんな簡単でもできるんです、大切に使っとけっていう感じですよね、そうなの、だから本当に難しいか難しくないかを伝えるのにやっぱり強く言うか言わないか、うん、その勇気を買ってほしいよ、うん、どちらかと、そうですよ、ね、うん、それは本物ですもんね、何のためにゴルフ上手い人、いや俺はドライバーのことなんて一切自慢したことないからねアプローチしか言ったことないから、うん、ドライバーなんか別にさ俺なんか280ヤードちょっとしか飛ばなかったんだ当時、まあ今の道具で当時の振りがあればもうちょっといったと思うよ、いったと思うけど当時の道具ではもうやっぱりね、でも俺が一番最初に行った時はあのドライビングディスタンスさせて26番目だったんだからアメリカで、うん、でしょ、結構な飛ばし屋ですよ26番目って、そうです、うん、だからもうね年も取ってきてあれだしいろいろなドライバーとか、まあ、得意不得意な部分ってあるじゃない、そこでは俺出しゃばりませんよ、うん、素晴らしいティーショットみんな打てるしね、やっぱりあの秀樹にしても今平にしてももうあんな安定感になるようなドライバー打つってすごいじゃない見てて、けどやっぱりさ、まあちょっと松山英樹はアプローチはちょっと抜け出てきたところあるね、あ、うまくなって、やっぱすごいと思う、やっぱ彼は努力の塊だよね、アプローチがもっとうまくなって何年か前言ってたじゃないですか、そうそうそう、でもやっぱり今でもアプローチのね相談とかアプローチの話はいっぱいしてくれるのよ、会うと結構じゃあ教えました、そんなことないんだけど、なんとなくこうじゃないああじゃないっていう会話のが彼にはね必要だと思うんだよね、多分そういうことを会話をしてくれる人が少なくなっちゃってるんじゃないかと、まさかなんでコーチをつけないんですか、俺でもね一つ正しいと思うのはやっぱりいろんな人の意見をすごく聞きたいんだって、まだうん、いいじゃない、だって28歳だよ、いろんな人の意見を聞いていろんな人の意見を自分のミキサーに入れていいとこだけ出したいんですよ、だから人例えばじゃあ横田慎一っていうコーチをつけちゃうと一人になっちゃう、うん、横田慎一にいつも聞かなきゃいけないかもしれないじゃん、もう僕が盾にしないでもいいんですよ、あ本当いやいねえからね誰もいねえからね、ちょっとねだからなっちゃうじゃんそういう風に、ね、それはね俺ね正しいと思うんだよ、うん、まあだからこそもうちょっとか何かが固まるまで一人のコーチがいいんじゃないかなと、僕は今のやり方はいいと思う、一人のコーチにしなくていいんじゃない、もっと自分がしっかりと固まってきたら、うん、本当にコーチって言っても、まあそこまでに行くと腫れ物に触るような感じだから、
逆に言うと同じ日本人同士じゃない方が俺はいいと思う、うん、できればあんまりこう遠慮のないような海外の人とかの方が、うんうん、はっきり言ってくれると、うん、日本人はね今松山英樹に物を申す人はなかなかいませんよ、うん、それは大変だと思う、うん、いうことは俺はもう他のこと聞かれたら全く分かんないけど、うん、アプローチのことだけだったらまだこうじゃないって自信持って言ってあげられるけど、うん、他のこと聞かれたら答えづれえなと思うもんね、うん、だからスイングのことは一切喋ったことない。なるほど。そのじゃあ僕アプローチに戻りますけど、アプローチで自分より上手いなと思った人誰ですか。まあ柔らかく打てる、まあ、僕が一番バンカーショットで好きな人はホゼマリア・オラサバル、オラザバルカはもうやっぱり自分の中ではこの人ほど華麗なバンカーショットを打つ人はいないなと、うん、あと意外とロボット的な打ち方だけど KJ チョイ、ほーアプローチが大好きチョイさん、おー、うん、やっぱちょっとこう溜め込まないでふわっとこう、まあこういうリリースもうまいし、キャストであのやっぱりねあのアイディアが好き、おー、うん、すごく好き、なんか不器用そうに打ちますけど全然違う超うまい、見てるとやっぱあとはフィルね、もう世界観抜群なるほどみたいな、彼との出会いっていうのはすごく大きかったんだよ若い頃、あ同級生ですもんね、そういや1個下なんだ彼、ね、まあ、貫禄は10個ぐらい上だけど、あもう本当に彼のねとの出会いで彼の大学のリーグ戦に参戦して彼と一緒にプレーした時にああと、その頃大学の頃から僕フィルはすげえ、これはね盗むべきところたくさんあるなと、でやっぱりフィル・ミケルソンはアプローチとして尊敬してるかなと、うん、まあそれぐらいかな。今田君なんかうまくないですか。あっ龍二もうまいよ、龍二もうまいけど、うん、アグレッシブすぎる俺にはなるほど、うん、俺にはね、確かに、うん、まあ、すごく上手だしいいもの持ってるし、リュウジにもいっぱい相談したこともあるの、自分でいっぱい相談したこともあるんだけど、やっぱりリュウジの理想のアグレッシブさっていうのは俺にはちょっとついていけなくて、うん、だからちょっと自分のとは方向性が違う。ああ確かにそうですね、うん、彼はすごくうまいんだけど、あ、うん、ちゃっちゃってやるの、そうそうそう、あれかな、もうどちらかというと俺はリズム派の人が好きなんで、やっぱりその後こうフェースをうまく使う、だからタイガー・ウッズも大好きで、ね、サッと振ったりゆっくり振ったり、うん、そのこうまあタイガー・ウッズってもうちょっとほら、はい、領域が違うじゃん、もう神の域に行っちゃってるから、例えづらい。アプローチでこうアプローチの達人に聞きたいんですけど、アプローチで一番大切なのは何ですか。大切なのは、はい、ボールを手に持って、はい、アンダースローとか、はい、こう下からボールをふわっと投げて、はい、でボールのスピードをしっかりと測れて、落ちた時の打性がどういう風に転がるかっていうことをフェイスサンドウェッジでできる人が俺の理想ね、常に。まあチュンって打つのは誰でもできる、はいはいはい、柔らかくスパッとふわっときて落ちてスーッて転がるって止まるところまでを描けてる人、まさにそういう感じで打ちますもんね。俺はそれが好き、ゆっくり。でもあのオーガスタで丸山さんだけでしたゆっくり打ててたのは。いやでもほら僕あの丸山さんが一時トップに立った時僕レポーターやってたんですけど、丸山さんが一時トップに立ちました。いや自分の中でももちろんヘッドスピードを走らせてパパパチチュっていうね、もうあのピッチエンドランのスピンが入ったやつとかピッチエンドランとかって打つのはもう全然そんなことが難しいと思ったことは一回もない。ただ自分がアメリカで必要だと思ったのは絶対にこのスピードを安定させて、自分がだって上にボーンと投げたらすげえ下りでもトンと落ちたら真上から落ちたらボールはタラタラタラしか動かない。ボールが入射角度が斜めから入ってくればボールは前にスピードが強くなるから、うん、下ってるところも止まらなくなる、うん、でもそのイメージがサンドウェッジで自分の限界を知るところまでもし90度にボールを落とせたら、
相当な下りでも止めることができる。だそのじゃあスピード感と落下の角度、そう、それを計算できるのを明確にイメージできる、イメージできるのがいいのよ。例えば読売の18番なんか、もう明確にイメージしなくちゃいけないんですよ、うん、でしょ。奥からのアプローチもサイドからのアプローチも手前からのアプローチもね、だからああいうところでうわ理想だなと思うようなアプローチを打てる人は日本人では見たことない。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。バイバイ、ありがとうございました。